シアルブラザーズ。ん？サタンの部屋。よっ、キュネケは、フラパンゲボーサからもう動画作ってやろうってことで、エンジェリーディーバーモラルに使っていくってやつだぜ。で、こいつらよ、めちゃくちゃ強え。二体編成具合がもう勝率アップしすぎてよ、もう一体でも十分強えんだが、本当におすすめ。で、今回アラミタなんかちょっといねえからよ、フラパン行ってて。で、俺が、右側にステータスを押させてもらおうぜ、焼き印で。いや、俺焼き印持ってねえから普通に今までで押すわ。で、こんな感じ。反射スピード要請、アビリティアンチ重力までアンチブロック、ゲージ回復に衛生さん短縮。このアビリティスワビの方がもうモラル適正のアビリティ持ってるわけ。で、ゲージ回復 M で、このモラルっつうのは結構じわじわと体力削られるから、この回復 M が相当生きるわけよ。で、2体以上、まあ3体ぐらい編成すると完成切り下っちまうから、2体でちゃんと回復しつつっていうのが一番おすすめ。で、ラックスキルクリティカルも十分強い。まあ大ダメージを見込める。で、SS が味方全員で十字レーザー30ターン。これ30ターンが SS 短縮で結構早めに打てるんだが、正直よ、ボスにラストぐらいでしか使わねえから、この SS 短縮あんまり意味ねえ。もうボス行ってやべえって時に SS 打ったらラッキーって感じ。で、この友情加速。これがめちゃ強い。まあ、雑魚処理にも役立つし、まあ、その回復。他のディーバーが回復するのにも、まあ、役立つよ。仲間に触れるために。けど、その、室外のフォーミングとかみたいに、雑魚を削れねえのよ。まあ、ボスの弱点つけば結構、フォーミングでも削れるじゃねえか。それができねえ。だからやっぱ3体くらい入れると、本当に、そのキャラクターの直殴りでしかダメージ出せねえから、まあ、2体がやっぱおすすめ。で、室外入れるのが結構いいか。で、HP は、まあ、若干、まあ、重心化でねえからいいか。アタックは、うん、いい感じ。で、スピードも速い。よっしゃ、ボス戦やっていこうぜ。契約完了。で、ボス戦は、まあ、そこまで難しくね。モラルで一番難しいのは、ボスに。ボスにが結構難しいな。ここは、いい感じに雑魚処理しながら、弱点をつく。で、片方を削っちまったら、もう片方倒さねえように弱点つくっていいが、それちょっと難しいね、さすがに。こう倒しまうから。で、今、防御ダウンしたから、それを、つく。で、ディーバの二つの加速があるから、まあ、結構いけると思うぜ。こんな感じ。ダーッ！そこにはまる。そこははま、はまるの、初めてなんだけど。で、こんな感じ。この、まあ、ジグザグみたいな、を描きながら。で、片方を残す。これが一番のおすすめ。次も弱点つきながら、まあ、フォーミングとかで勝手に左が死んでる。次は、まあ、理想の状態。あんまりちょっと今弱点つけてねえが、こんな感じ。で、今まではここら辺でちょっと体力やべえなとか、結構悩まされたが、それをディーバは全部、まあ、回避してくれてた。で、一応今回サブの、サブじゃない、フレンドのディーバに同族の過激 L がついてるから、それで攻撃力が結構上がってるが、ちょっと攻撃力上げねえと、意外とあの盾が微妙に残るっていうのがよくあったんだよな。だから、ちょっと上げるのおすすめ。で、おそらくシュリンガーラでも使う人多いと思うから、それに備えてやっぱ攻撃力は上げとくべき。さあ、いい感じについていこうぜ。オッケー！で、次のボスに。次のボスにがよ、結構難しくて。で、俺今回これ3回目なのよ。3回目の挑戦で。ここで SS1 本打つのもおすすめ。今回もやばかったら、ちょっと SS を打たせてもらおうぜ。まあ、ボスに、ラストで1個ずつ使うっていうのが、まあ、レーザーの、いいところじゃねえか。いい使い方じゃねえか。で、こういうとこ、まあ、多分これはちょっとうまくいかないと思うが、平行四辺形を、斜めの平行四辺形を描きながら、まあ、弾とザコを倒す、シールドザコを倒すっていうのが、あ、ここ多分これいけるだろ。さすがにいけねえ。あー、まあこんな感じ。これが、まあ、おすすめの戦法だが、まあ、さっきみたいに失敗することも多い。で、ちょっと SS 打ちてえのに、もう、タイミング悪いことにディーバのターンに来ねえ。
まあ、やっぱり着実にあのザクを倒して防御ダウンしてダメージを与えるっていうのが一番ここのいい戦法かと思ってると、あの弾をたまたまを倒し損ねる。たまたま完了。またタイミング合わねえ。レーザー撃ちてえのに。もうとっとと突破しようぜ。ラストで2発ぶちかましてやるからよ。まあでも分かる通りよ、マジでその SS 撃つまでもなく簡単に突破できそうなのよこれ。で次でここで SS 撃っても意味ねえからよ、もう普通に弱点ついて突破するぜ。フォーミング強えな、ヒツカヤ。さあ、ラストステージ。でも意外と時間かかってんのね、これ。じゃあ、ヒツカ。我が名バール。よし。あ、これで。よかった。SS を撃てるぜ。あれだ。え、あ、さっきあれ、あ、そんなことある。室外の、あ、眠ったってことか。眠って防御ダウンし、おい、昨日の生放送のめちゃくちゃ運が悪い最初の失神で負けるって、あれと一緒じゃねえか今の。そういう運があるんだな俺は。でこれはもう負けねえからよ。で倒せてねえとあのザコが。まあ、でも昨日生放送ほんと最後ギリギリ勝ったから、まあ、でもほんと最初にメンタルやられたからよあれで。指針だけはほんとに許さねえ。でも今はまあ室外のメテオも睡眠だから。で全くディーバのレーザーのタイミングに合わねえ。ちょっとよ、あのこれで倒せなかったらタイミング合わせるわ。マジで。ちょっと横からする。やっぱちょっとレーザーで倒して。で次室外屋で右を確実に倒して、で次エンジェリーディーバーだったで SS ぶちかますぜ。あ、モンジュリーディーバー、いやぶちかませ。オッケー。ちょっと言うと SS 全然ぶちかませてねえから、おまけで入れるわ。おまけ。いやでもかなり適正だぜ。契約完了。オッケー。さあおまけ。ちょっともう取ったからよこれ、もうぶちかましてこい。こんな感じ。さあもう一発。これはあんまりダメージが出てこないな、これは。これはいいダメージ。やっぱ弱点うまくつくかどうかだよな、これ。百年婚礼時、あれはいさつかいを、我、お許しくどくくのそうだ。契約完了。勝手に契約すんじゃねえよ。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。まだ次の夜会で待ってるぜ。あばよ。